品川バスターミナル前景品川バスターミナルは東京都港区高輪4丁目にある高速バス専用のバスターミナルである。従来は品川駅高輪口北方高輪3丁目の国道15号東側の敷地に設置されていたが2020年9月30日の出発便から現在地に移転した。ただし新型コロナウイルス感染症による 影響によりすべての発着路線が運休しているため、1点先でのバス発着はまだ行われていない。品川駅高輪口から国道15号を渡り、第1京浜沿いに南に進み品川プリンスホテル、駐車場で入り口を通り過ぎた、京急第11ビルの前に設置されている。旧ターミナルと異なり、乗車券窓口、トイレ、待合所などの施設は設けられていない。 なお、京急第11ビル1階では、京急ストア高輪店が営業している。移転前の品川バスターミナルに到着した、京浜急行バス運行のパイレーツ号1989年1月15日、京浜急行電鉄が自社の運行する高速バスの発着地とするべく、 品川駅高輪口の北方約400メートル、品川駅と仙楽寺駅のほぼ中間の国道15号と JR 線に挟まれた位置の自社用地内に開設したターミナル施設で移転直前には京浜急行バスと共同運行事業者が使用していた。建物は2階建てで待合室、シャワールームがあり、バスの待機スペースは建物と JR 線との間に設けられていた。 品川駅周辺にバスの待機スペースが少ないことから本ターミナル発着路線ではない東京湾アクアライン経由の路線などが折り返した駅のため入線することがあった。2020年3月14日に JR 線の品川駅と田町駅間に高輪ゲートウェイ駅が誕生し同駅が最寄り駅となった。品川駅から離れていることもあってターミナル周辺の第一景品は 中央分離帯で仕切られているため、バスターミナルへの車の出入りは、第一京浜下り線とのアプローチに限定されており、品川から浜松町に向かう路線は、第一京浜を一旦南化し、山手通り海岸通り札の辻交差点を経由して、浜松町へ向かった。移転前の品川バスターミナルで待機する、ノクターン号東北方面西日本方面に AB。 長距離バスの停留所移設等運行について、京浜急行バス、2020年11月12日へ閲覧。ノクターン号は2020年9月30日から全便運休中。高速バスの運休及び減便について、広南バス、2020年11月16日へ閲覧。ビーム1号は2020年4月16日から全便運休中。ビームマイナス1、 岩手絆号、新型コロナウイルスの影響による運休のお知らせ。岩手県北自動車。2020年11月16日閲覧。キャメル号は2020年7月20日から全、便運休中。運休、減便ダイヤのお知らせ。日本交通。2020年11月16日閲覧。エディ号は2020年9月30日から全、便運休中。 高速バス運行状況。徳島バス。2020年11月16日閲覧。AB、ウィング、高野アイースト閉店のお知らせ。京急ストア。2020年9月26日時点のオリジナルより。アーカイブ。2020年11月16日閲覧。京急歴史館飛躍機。京浜急行電鉄。2020年11月12日閲覧。 京急高速乗り合いバス時刻表サマー2020。京浜急行バス。P2。2020年11月13日閲覧。高速バス。シルフィード号品川。浜松町福知山。綾部。舞鶴線の休止について。京浜急行バス。2021年3月27日閲覧。東京線。シルフィード号運行休止のお知らせ。京都交通。 2021年3月27日閲覧。川島東京線、路線休止のお知らせ。徳島バス。2021年2月15日閲覧。長距離高速バス。エディゴー徳島行きの休止について。京浜急行バス。2021年2月15日閲覧。長距離高速バス。キャメル号鳥取。倉吉行き。米子行きの廃止について。 京浜急行バス、2021年3月27日閲覧。東京線、キャメル号路線廃止のお知らせ。日本交通、2021年3月27日閲覧。高速バス、東京線、キャメル号路線廃止のお知らせ。日の丸自動車、2021年3月27日閲覧。ありがとうございます。